はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。ついに2019年度版アップデートが来ましたということでね、パッと全選手見てみたのですが、現役プロの選手はあまり能力の変動がなかったので、注目選手、新人選手、あと OB 選手に注目してみようかなと思います。見てみようかなと思います。はい、早速いってみましょう。西武、まず西武のドラフト1位は、ピッチャーの松本さん、日本体育大学松本当たるドラフト1位。22歳でコンスタ DC154kg 伸びし、高速スライダースプリットツーシーム、これはもうこれはローテ入るでしょうっていう感じのすごいピッチャー査定になりましたね。154キロですよ、しかも伸びし、これはかなり優秀。これはねもうパワープロ査定新人の中でもかなり高い方だと思うので、ものすごい期待します。あと、注目した選手が山野辺選手、24歳、三菱自動車岡崎出身、ドラフト3位ですね。24歳なのですが、走力が71、守備力が53、セカンドで守備力53査定ですよ、始まった当初で。これはもう、セカンド版の源田さんのようなね初期値になってるかなと思います。あとパワーがセカンドにしてはものすごい高いことですかね。パワー D、 いやもう入団当初でパワー D のパンチ力、ホームランもいけると、そういった能力になってます。はい、続いてソフトバンク見ていきますか。ソフトバンクはもうなんといっても貝野さん、ドラフト1位、東洋大出身。でも彼はもう言うことないですね。159キロ、コントロールは若干さて低めかなと思いますが、中継ぎ抑え適正でスタミナ D、 これは結構投げてもらうことを期待しているのではないでしょうか。コナミさんもスタミナ D なので、ペナントで回してもどんどん投げさせることできますね。奪三振貝またぎ丸まで持ってる、貝またぎまで貝またぎまでドラフト1位の、まあ、新人選手、今年入団したばっかの選手に貝またぎまで期待している。これかなり能力高めですよ。スプリットもレベル4だし、奪三振を持ってるし、空振りたくさん取ってもらうことを期待してるんですかね。もちろん速球中心、セーブ狙い新人選手にセーブ狙いの起用法をさせると。続いて日本ハム、日本ハムのドラフト1位はなんといっても吉田康生投手ですね。18歳、金足農業出身ですね。150キロの伸び B 18歳で伸び B 査定ですね。これはアップデ前の公式情報でも出てたんですけど、150キロの伸び B、 高卒1年目、しかも入団当初、これはマジで恵まれてます。しかも3方向スライダードロップカーブ スプリット、まあ、変化球はドロップカーブスプリットで空振り取れないかなと思いますけど、150キロの伸び B、 ストレートでどんどん空振り取ってくれるでしょう。いや彼はものすごい恵まれてると思いますね。150キロの伸び B、 何度でも言いますこの能力は強い。ドラフト2位は野村勇気内野手、彼ですね、花咲徳栄高校出身、まあ、埼玉県出身の野村さん、まあ、彼もかなり注目されていた、ドラフトでは注目されていた選手ですね。弾道4のパワー D なんじゃこりゃ、弾道4来ました。高卒1年目の選手で弾道4ですね。パワー D、 肩も強い。あとはドラフト5位に飛んでしまいますが、柿木投手、彼は甲子園で優勝しましたね。大阪桐蔭高校、151キロ、シュート書いてあるのがあれかなっていう気もしますけどね。まあ、彼の入団時の能力はマー君に近いものがあるかなと個人的に、見て取れます。マー君も確かこれぐらいの能力だった気するんですよね。151キロ、すごい投手、なんでこの投手がドラフト5位なんだはい、
ということで大阪桐蔭柿木さんにも結構期待はしています。オリックスのドラフト1位は天理高校出身の、太田亮内野手、彼は18歳、天理でショート、走力 C 肩 C、 守備が48、守備いいですが48、彼もかなり能力高いかなと思いますね。まあでもミートが低いかなって感じはしますけど、ドラフト1位にしてはミートが低いかな。ミートが E だったらもう個人的には文句なしの能力だったと思います。守備力48なので足も速くて肩も強い、守備もいい、まあ、ドラフト1位期待されてる選手だなと思います。はい、続いて頓宮選手、彼はもう開幕スタメンを勝ち取りましたね。頓宮パワーが68の弾道4これは野村勇希選手に似てる能力ですが、いやー強いですね。パワー68、弾道4。野村勇希選手は花咲徳栄高校、野村勇希選手は弾道3のパワー、いや弾道4のパワー D だったんでね、やっぱパワー68、ここまで来たらもう開幕スタメン勝ち取っちゃうんですね素晴らしいと思います。続いてロッテといえばもう藤原選手ですね。大阪桐蔭高校、開幕1軍スタメン入り、しかも1番バッターまさかの18歳、大阪桐蔭高校出身で、高卒入団即走力肩が A 査定レーザービーム、パンチ力も49、パワー49、ホームラン打てますねこれは、弾道さん守備力も45、結構能力としてはもう桁違い、高卒1年目の選手としてはもう桁違いに恵まれております。ロッテ藤原さんはもうこのまま順調に育って柳田になってほしいですね。いやパワープロコナミさんも期待してるんでしょう、ものすごい能力です。はい、続いて楽天はなんといってもドラフト1位外野手、開幕スタメンではないか、1軍か、コナミさんでも1軍査定入ってますね。走力が87、肩が88、レーザービーム内安打まだ9打、いやー22歳、いや彼もね藤原くんのような能力なんですが、恵まれてますね藤原くんがいかに恵まれてるか、18歳でほぼこの能力ですから、いやでも大学卒業でこの能力もすごいですよ。内野安打丸のレーザービーム、弾道2っていうところはちょっとあれですけどね、弾道3でパワー47だったら1軍でまあレギュラーいけたかなっていう気はしますが、いやでも素晴らしい能力だと思います。はい、続いて広島見ていこうかなと思います。広島といえばね、もうドラフト1位小園さん、報徳学院高校出身、走力が86、18歳でしかも流し打ち、内野安打丸持ってる選手は結構いますけど、流し打ち持ってる選手いないですからね、なかなか高卒1年目の流し打ち、いやもうプロのバッティング技術をもはや入団当初で持っている小園さん、しかも肩も強く、守備力も57、まあ、ショートセカンドはちょっときついかなと思いますけど、ショートこれもう初っ端いけるんじゃないですかねっていう能力になってます。もうチャンピオンシップでも使える能力だなと思います。いやもうまさかのドラフト1位小園さん流し打ちめちゃんこ強い。続いて、気になってる選手はドラフト3位の智弁和歌山高校出身林ですね。智弁和歌山の林、まあ、弾道さんのパワーが58、肩60、まあ、かなり期待されてるバッターなのではないでしょうか。18歳、2000年生まれパワー58の弾道さん、パンチ力がすごい、彼にも期待していきましょう。続いて東京ヤクルトスワローズドラフト1位は清水昇投手ですね。清水昇22歳、彼は
国学院大学出身、まあ、リリースまでに151キロ、まあ、即戦力といっても過言ではないのではないでしょうか。スタミナ59、コントロールも D あるので、しかも高速進化レベル3、まあ、なんかあれですね、昔ロッテの石川が入団した当初のような能力に似てますね。まあ、もうローテーションとしても活躍するのではないでしょうか。これは期待してます。はい、続いて巨人。巨人のドラフト1位投手は高橋優希投手、高橋優希投手、八戸学院大学出身ですね。152キロ、コントロールが38、スタミナが D51、 伸びし、まあ、ちょっとコントロールが低いかなっていう気はしますが、3方向伸びしあるので、まあ、今後に期待という選手かな。パワープロ査定的には彼にも期待していきたいなと思います。続いて横浜、ベイスターズ。もちろん開幕戦でまさかのね、いやもう好投をした上茶谷投手、151キロ。上茶谷投手は東洋大出身、ドラフト1位、22歳、コンスタ C、 151キロ、玉持ち丸、青徳まで持っててもこの能力、横浜やっぱり、いやもういいピッチャー取りますね。今永、浜口、東と来て上茶谷、いやーもう投手王国できるんじゃないでしょうか。横浜ベイスターズ上茶谷選手はもうこれは即戦力、言って間違いなしですね。いや、いい能力です。続いて中日見ていきます。中日といえばもう根尾昂選手、ドラフト1位でしょう。大阪桐蔭高校出身、18歳、2000年生まれ、弾道さんのパワーが47、走力肩が65の72、まさかの CB、 チャンスメーカーに逆境丸ショート、青徳2個、基礎値はね、まあ、パワーはかなり高い方だと思います。ただ守備力とミートが思った以上に低いかなと思っていたんですが、その分を、いや、補うかのようにチャンスメーカーの逆境丸、走塁し送球し、いや持ってますね、かなり恵まれてますね。青徳2個、チャンスメーカーでミート爆上げ、逆境でパワー爆上げですかね。さすがに投手能力はなかったようです。まあ、ショート1本でいくということなので、そういうことなんでしょう。サブポジ持ちすぎ。これ高卒1年目でこのサブポジの数すごいですよ。いや、さすがドラフト1位、根尾くんにも期待していきます。はい、続いてね、阪神タイガース見ていきたいなと思います。阪神タイガースはもうスタメンでバリバリ活躍している近本外野手、ドラフト1位、大阪ガッシュ出身、24歳、近本さんは走力が86、内野安打丸、もう内野安打も決めてますもんね。内野安打丸はもう妥当な特殊能力だと、妥当な線だと思います。で、外野手として走力86、これはもうものすごい守備範囲誇ってますね。近本さん、このままバリバリ活躍していただきたいです。そしてドラフト3位の木浪選手、木浪選手も、スタメンで活躍しておりますね。開幕して即スタメン、ショート守備力50、24歳、ホンダ出身ですね、社会人出身、ホンダ出身、走力67、肩60、守備50、まあ、これだけ守備力があればもうショートとしていけるんじゃないでしょうか。まあ、実際プロでも開幕していけてますもんね。セカンドサードの守備力も高め、10しか変わらない、まあ、彼も育てばかなりいい能力になるのではないでしょうか。はい、ということで、ドラフト入団選手をね、見ていきました。いかがだったでしょうか。まあ、かなり恵まれた選手が多いかな。ソフトバンクの買いのだったり、ロッテの藤原くんだったりね、まあ、ものすごいいい選手がたくさん入団したかなという感じです。上茶谷投手もすごかったな。
じゃあ最後におまけということで OB 選手、見ていこうかなと思います。 OB 選手に、まあ、辻さん守備袋90に追加されたんですが、皆さん気になる選手といえばおそらく原さんと、まあ、矢野監督だと思いますね。はい、原さんパワーヒッターレジェンド来ねえかな奴感ない選手原さん奴感ないんですね。奴感ないのでパワーフェスレジェンド戦、いやぜひとも来ていただきたい。奴感持った選手が多いとちょっとピッチャーのスタミナ削れちゃってきついんでお願いします。矢野さん、もう阪神の黄金期を支えた名キャッチャー、捕球82、キャッチャー B、 チャンス B、 阿部飛広角持ちの粘り打ち片道初球丸、いやもうさすがとしか言いませんね。彼もレジェンド戦来ねえかな。いやーいい能力だわ、巨人キラーなんだ。なるほど身長通り、ま、彼もものすごい選手ですわ。あとは村山さんがものすごい能力、村山さん来てなかったような気するんだよな、来てたかな、ちょっと前のアップで、まあ、アップで前に来てたかどうかちょっと分かんないんですけど、村山さんもすごい能力だなと思ってレジェンド入り来るんじゃないですかね。あとは気になった選手といったら大谷さん、あ、ダルビッシュの能力が下がったんですよね。コントロールが B70 から55まで下がりました。まあちょっと赤トックピンチ A からピンチ F は辛いかな、いつになったら負け運消えるんや。まあ、あとはマー君の伸び C が伸び D になったりシュートが下がったりとかかな。でもスプリットレベル6はすごいですね。で大谷さんの能力もえげつないんですよ。ピッチャー能力はそうそうかあまり変わってないかなっていう気するんですけど、パワー比パワー85、いやメジャーでホームラン20本以上打った大谷さん、いやパワー比つきましたかもうこれは外野手としても使えますね、素晴らしい。もちろんピッチャーとしてもさすがです。あとは鈴木貴博、守備走塁コーチだったっけ、巨人のが追加されたりですかね。走力が思った以上に低かったから電光石火彼こそついていいと思うんだけど盗塁成功率がいやものすごい高いので、まあ、赤星さんもすごいですけどね。鈴木貴博さん、あ、思った以上に鈴木貴博さんミート高いんですね。まあ、赤星さんちょっとズバ抜けてる守備力的にも。はい、そしてラスト一番気になった選手は松井和夫、彼がもう化け物ですいやもう現役時代黄金期そのままに、トリプルスリーを達成した西武の松井和夫選手、サブポジ、まあ、晩年ねアプデ前は、引退前だったということで、西武でサポジたくさんありましたけど完全にショート1本で、まあ、間違いなく黄金期っていう感じです。パワー総力カッター S、 いや柳田みたいな能力だな柳田のショートバージョンですかね、とんでもないです。はい、ということでまあ目立った選手はこんな感じですかね。まあとは楽天の楽天の田中和樹選手の守備力が E から C に上がったこと、岡島選手に、キャッチャー適性がついたことこれはちょっとびっくりしましたね。はい、というアプデ内容でした。よかったら皆さんもぜひご確認してみてくださいということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではおつたらバイバイ、失礼します。